ですね、まあ、来たんですけど、びっくりしちゃってね、今、来ちゃってるんですけど、まあ、なんとか、4階で間に合いましたね。席がね、ちょっとこずってて、あれなんですけど、演出とかも最高っす。こんなんすね。っていうところで、ちょっと今、探してます。はい。ここがこんな生まれ変わるとは思ってなかったっすね、個人的に。やってますね。レッツゴー。
はい、こんばんは。赤穂さん、2ラウンドの TKO 勝利おめでとうございます。並びに、素晴らしい試合をね、誠にありがとうございます。いや、今日初めてあの赤穂さんの試合を生でね、見させてもらったんですけど、いや、もうすごかったです。はい、もうこのお世辞抜きで話しますけど、あの今までその井上尚弥選手の試合と、清水友信選手、亀田光輝選手、大輝選手で、まあ、対するその選手チャンピオンとかで、テーパリットとかそのカサレスとか見てきましたけど、一番パンチの音がすごかったです、キレと。いや本当に井上尚弥よりすごいんじゃないかっていうふうに思いましたね、個人的に。で、まあこれは私の意見ですけど、まあ赤尾さんがね、ツイッターで、まあ今日ね、まだまだやれるのかやれないのかをちょっと見極めてくれっていう、まあ、コメントをされてたんですけど、個人的には全然まだやれると思いますね。というか、なんかまだやれるとかっていうことを考えるのが早いのかなっていう気はしますね、個人的に。いや、まだその段階じゃないんじゃないのかなと。じゃあ負けてきてる人間たちどうなるんだと、若い、全然赤尾さんより若い、ってなっちゃうと、全然まだやれるなと、でそのまだそのピリオドを考えるまでじゃないと、でもう本当に全然ね、見て今興奮してるからっていうわけじゃないですけど、全然世界チャンピオンもなれると思いますね、本当に。でもう本当にね、相性でその合う合わないっていうのはあると思いますよ。その赤尾さんもおっしゃってたサウスポーが苦手とか、いろいろそういうのあると思うんですけど、それを抜きにしても間違いなくその世界チャンピオンの域にいると思いますね、自分は、っていうふうに思います。はい、でもう今日の試合も感想はもう本当にすごいの一言なんですけど、もう最後このアッパーが決まった瞬間にもうレフリーが止めなかったですもん。止めなかったというかカウントしなかったですね。倒れて試合終了みたいな、はぁーみたいな、すげえ。で終わった。で隣にいたファンの人、ファン、ボクシングファンの女性の方だったんですけど、仲良くなったんですよ。で試合終わったとちょっと話したんですけど、結構面白かったですね。いやー本当に嬉しかったのは、そう赤尾さんの、まあ、ファンでいてくれて、プラスその伊藤選手、三代選手の試合も楽しみにしてる、かつ年末のね、その井岡田中選手の試合も見に行くっていう方で、ちょっとね、もっと話したかったなってぐらいの方だったんですけど、はい、もしねその動画を、まあ、今ご覧になってた人いてたら、ワイですのでっていうところで、ちょっとちょっとすいません。でまああれだったんですけど、いやもうちょっと話したかったなと。で全然持ってないんですけど、俺の後ろにいた人たちが赤尾さんのファンだと思うんですけど、大体結構盛らずに話しますよ。酒井選手の試合ぐらい、ちょっと酒井選手終わった後ぐらいに来て、試合、あのお客さんがね、ファンの人がゾロゾロと来て、あこんにちはとか言って言ってるんですよ、俺の後ろで。女性なんですけど、で赤尾さんの試合終わった後に、じゃあお疲れ様ですって帰ってやって、帰っちゃって、で次メインの伊藤三代戦あるのに帰ってて、ええみたいな、え次あるじゃんって思ったんですけど、関係ないような感じで赤尾選手の試合が終わったらもう帰っちゃいましたね。びっくりしたのが、女性のファンが多いっていうふうに思いましたね。まあびっくりしたとか言ったら失礼なんですけど、いや女性でしたね。女性のファンがみんな帰っちゃって、本当に。で残ったのがその俺とその隣にいたとか、そのもちろん空いてますよ、ソーシャルディスタンスで空いてるけど、そのまあ隣だよね、隣にいたその女性のファンの人しかいなくて、で最後規制退場とかするじゃないですか。でじゃあ何とかの何とかの列の人たち、じゃあ行ってください、何とか何とかの列何番の人たち行ってくださいとかって言われるじゃないですか。で残ってたのが俺とその女性の人たちだけで、あれみたいな、でみんな帰っちゃってるっていうところで、まあその混み合うのが嫌だからっていうのもあるかもしれないですけど、
にしても伊藤選手、三城選手の試合ありますからね、次に。ってなると、赤尾さんメインで来てるだろうかと、いうふうに思いましたね。はい。っていうところで、まあ本当に今日赤尾さんの試合にはね、ちょっと、びっくりしましたね。最後のインタビューもね、ちょっと来るものがありましたしね。いや、本当に赤尾さんのカリスマ性を感じたね、一日でした。はい、いや本当に、今日はありがとうございます。で、お疲れ様でした。